はい、ということで、早速、オープニングでも言いましたけども、ここで。ケーキでしょ知ってるよ。えち言っちゃうんだもんだって、スタッフもさ、ここはさ、まん出ちゃってもう出ちゃってる、出ちゃってる、まん出ちゃってる。あ、面白い。あの、面白いです。どう俺、ちょっとサンプライズでした、これは。どういう感じあの、高貨仕様って言われたので、あの、正直言いますと、よくあるじゃないですか。ショートケーキ。あの、絵を、違うわ。 <laughs> <laughs> 絵のやつね <laughs> だってそうそう ZNight Lady を来てくれた方はわかると思うけどもシートケーキじゃねえわ <laughs> 想像しねえわ <laughs> ショートケーキを ZNight Lady をやった時 <laughs> ZNight やった時に <laughs> あの劇場でやった時にさ <laughs> あ<の>そうよジン,ジン のバージョンは Z の顔でもうすごくかっこいいあのー本当にケーキだったんですようわこんな豪華なケーキ出てくるんですかみたいなこんなあのケーキに絵を成功にかけるんですかみたいな職人さんすごいですねみたいなこんなケーキあるんですねみたいなノリで素晴らしいちょっと待って俺がやるから俺やるからって何 なんだよ、今の「俺やるから」ってトーク的にどういうこと「俺やるから」って <laughs>、まま、聞こえちゃってるよ今の面白くするからってねっ、うん、その甲賀のね絵をね、うん、想像したのよ,、うんよね、で、うん、あの確かにあのケーキをねサプライズケーキをバラされたのはショックだったけども、うん、こんな素敵なケーキをもらえて嬉しいですみたいなくだりをやりたかったんだけども、うん スタッフをよ、お金なかったのかいそんな。<laughs> 俺もう初めて見たよ。だってケーキなのにイチゴも何もないんだよ。説明しましょうかうん。これどうなってる顔を開けて、ケーキが出てきたら、うん、ジャスティスホワイトなんですよ。<laughs> <laughs> 俺、こんなケーキ初めて。これ何とんだ手抜きだな。クリームだけっていう。作り途中でしょ生クリームだけ。だ、ジャスティスホワイトだから硬化しようっていう風に逃げ、うん ケーキいやだって普通さケーキなんて言わよハッピーバースデーのチョコの板とか置いてあるじゃんそれもないよ知らんでろうそくもないんだよあの吹き消すくだり何年たっても楽しい吹き消すくだりさあということでね何年たってもドキドキするあの誕生日的なサムスイングありましたけどさらに番組からサムスイングがありますよプレゼントなんとほらこういうとこだけちゃんとしてんだ番組そういやありがたいよね 多僕 6,、ね、6月8日生まれです誕生日がねもうほんとねいい素敵な一年を過ごしてほしいと思って、うん、やっぱ Z マンもね、うん、こういうところに来たっていうことでね6月8日ということで、うんえー、Z マンの6巻と8巻、うん、持ってる <laughs> <laughs> こちらをプレゼントしたらあのね,あのね俺持ってるよ逆に持っててよかったよ6巻と8巻じゃ話つながんねえしさ俺が持っててよかったね <laughs> レ <laughs> 巻とかあるんでしょだって持ってるよだから話はつながるよつながるよね <laughs> 俺でもこれ俺のじゃないんだよ俺もちゃんと六巻カーの8巻家にあるからこれ、うん、新しくマモのためにマモのためだけに買ってくれたのそうそう,そうあのね先生のコミックスカズのマザカズ先生が書いたコミックス六巻八巻を嬉しくないって言えるわけないじゃない、うん、<laughs> そうそうそうねちょっと残念なことにねあの表紙もねジンとゼットそうだうそいこうジンとゼットそうそうそ ののこ字もない。申し訳けどでもこれやっぱり。いらねえって言えないじゃないずいプレゼントを考える俺ねこれ嬉しいです。ただ心より嬉しい。嬉しいでしょだってそれにケーキだってもうホークすらないんだよ。ナイフもないんだよ。だからもうママしか食べれないんだよこれ。もう手でこうバクバク行くしかないでし。いかねえよバカ。さあということで。なんかバカこの野郎。喜んでくれたわ。え喜んでくれた 嬉しい <laughs> ありがとう。<laughs> あーもやなーあーイライラする嬉しいみんなにじゃあお礼言ってこうリスナーの皆さんもリスナーの皆さんに本当に心より感謝しております、うん、本当にあのねあの貴重な時間を使って、うん、あの僕の誕生日企画をですねやらせていただいてですね、うん、あのちょっとでも楽しんでいただけてたらななんて思いますけども、うんうん、後ですね、今日はしたいと思いますいろんな方に <laughs> <laughs> さあということで本当におめでとうマモちゃん ありがとう。29歳になりました。あ、29? ああ、じゃあ、肉の方が良かったかね。おやじか。おやじかちょっと、まあ、もみかミさん、お兄さん、お願いしますよ。いや、メール行く。いつまで経っても、そわそわドキドキするもんなんですよ。あの、今日、あの、今日の現場やってくれんのかな、とか。さあ、ええー、スターブライト Z さんからいただきましたよ。一緒にメール読み始めた。なミかさん、宮野さん、こんばん、Z、こんばんは。 こんばんぜ、こんばんは。お、もう、なんかみんな聞いてるんですね、ちゃんと。こんばんぜ、こんばんは。ゼットマンの公式ホームページを見てて、ちょっと気になったことがあったので、はい。お二人に聞きたいことがあります。はい。各話のあらすじを見てたら、はい。人を、あ、じゃ、人を人と表記していました。また番組の台本では人と表記されてるとは思いますが、また。アフレコ台本はどっちを採用していますかあ,あ、なるほど。いい、いい質問ですね。桂先生。 カツラ先生ナミカさんが人を人ってまた言ったよーえっとですね、これは人ってカタカナで書いてある、ね。人を人と。うん。はい、何ですか人は、人って書いてあるよね、台本はね。はい。だから、甲賀は甲賀。漢字で甲賀だったよね。うん。<で>あの、たまにアルファスとか、たまにゼットとか書いてあるね。そうそう。ゼットの時はゼット。うん、あと、ガム噛んでる時はガムゼット。ガムゼット。 で、赤いときは赤 Z って書いてあったから、赤て書いてあったから、分かりやすいようになってる。うん、わかりやすいようになってる。ただ、ジンはカタカナでしたね。うん。はい。なので、あの、読み間違うことはない。出と散ることもない。人って誰だってなることはない。あなんだろう。なんかサプライズあんのかな俺、なんかソワソワしてきたソワソワしてきたこういう気持ちだったんだね、今も。あの、サプライズはないよ。ないのないよ。なんかこう、なんとか的なサムスイングはない。何を すげえ初めて見たマモのその素の顔 <laughs> 初めてうわっすーごい待ってあー見せたよみんなにん何を言ってんだあんた何言ってんだちょっと黙っててくれないか、ねうんうん、すいませんということでねジンラジオネームアモさんからいただきましたはて、い、浪川さん宮野さんこんばんぜこんばんぜ 主役の専用さんは、アフレコ現場で、例えばゲストの役者さんが打ち解けやすいように、気遣いをしたりといった雰囲気作り、雰囲気作りすると聞いたことがあるのですが、うん えー、ゼットマーは主人公がお二人という感じではありますかアフレコ現場ではお二人はどのように振る舞っていたのですかえー、結構大御所というか、そうですね。えー、お二人より年上の方もたくさんいらっしゃいますし、若い子もいますし、むしろ二人が若手組のようなキャスト陣に見えますが、えー、何か気をつけていることはあったりしますかえー、このラジオでは散々に言われている並川さんも現場では、えー、主役としてみんなから頼られているのではないかと想像しています。読みづらい。 なんでどうしたのすごいつっかいつっかいだったけど今どういうこと説明しましょうか漢字に全部振り仮名が書いてあるんですあそれでそういうことなの全部漢字のあと雰囲気とか「括弧」とか「御所とか「んでですかねああ読みづらかったああメール読みづらかったあ本当だね優しさがもうホでどうだった雰囲気作りは俺ね 現場の雰囲気、うん、あの波川さんのおかげで、うん、素晴らしい現場になってたなってすごく思いました。あれどういうこと？あの波川さんが、うん、大御所の方とのこう掛け橋というか、<ー>やっぱり若手はあの緊張するわけですよ現場であもうがだって花沢香菜ちゃんなんかちょうど大御所と大御所の間に <laughs> 間に挟まれちゃったりとかしちゃったりして <laughs> そ,うそ,うそうでしたねはいでお二人 もう若手組のようなキャスト陣に見えますがって言うけどそうそう, <laughs> そうね、うん、まあでも俺とママが並んでたんだよねうん席ねすごくドキドキしてたんだけども浪川さんがその大御所の方々とやっぱりお知り合いなんですようん,うん、うん、だってね飯塚翔造さん,がいろんな方々とそう飯塚翔造さんが大体隣須郷さんか飯塚翔造さんが隣なんですけど僕の 昭三さん絶好調だったじゃないですかああ<ー>シャレがダジャレがでも浪川さんがいたから多分楽しくそうやってお話しされてたんだと思うんだだから俺らはドキドキで喋れないけども浪川さんがいてくれたおかげでそういった大御所の方々もあのー、ジョークを言える現場になっていて<ー>現場がこう明るかった気がするですか、うん、なんかここに来ていい話やっと来たね、うんうん、なんか嬉しくなっちゃってね伊達に長くねえなって思いました <laughs> なん,かなんかトゲがあるいやでも本当に助かりましたでも,、ね、でも本当にいい現場でしたよねそういう意味では何かそういう雰囲気も良かったですけどもなんか芝居に対する熱意もほん<当>とかも本当にすごかったんで、うん、いや一緒になってさみんなでいろいろ考えてここはどうなのかなここはどうなのかなとか話し合いながら役作りとかしていけたのですごくいい現場でしたねあの若手本当あの二人若い二人 カナちゃんとマリアちゃん、うん、本当にまっすぐだったもんね。すごく考えてて、すご僕マリアちゃん隣だったんだけども、うん、あのどうしたらいいかすごく悩んでて、うん、あのこれからなんだけどね、オンエア的なこれからなんだけども、カナコもはい,、はい、いい、ね、あ,<の>あるんですよね。物語もあったりとかするから、うん、あのそこであのどうしたらこう。 気持ちを持っていけるのかとかっていう相談とかもあったりとかしてすごくこうまっすぐだなみんなと思いながら、はい、現場にいましたねなのでね、素敵な作品になっていると思うのでぜひ皆さん最後まで見てほしいよろしくお願いします <laughs> たくさんのお便りありがとうございましたみんな振り仮名振ってくれてありがとうな